おはようございます。シムパイロットキューキューです。さて本日はフライバイワイヤー A さんに NX で新たにホールディングパターンが作成できるようになりました。この動画では A さんに NX のホールディングパターンの作成方法についてご紹介していきます。今回ご紹介するホールディングパターンについては A さんに NX 2月6日以降のエクスペリメンタルバージョンを導入することによって使用することができます。ホールディングパターンの作成方法についてです。今回はホテルマイクエコーというポイントにホールディングパターンを作成してみたいと思います。 MCDU を確認し F プランを押してフライトプランを確認します。今回はホテルマイクエコーというポイントにホールディングポイントを作成するためホテルマイクエコーの左側を押します。ホールドとありますのでこちらの左側を押します。こちらがホールディングパターンを作成するためのページとなります。ホールディングパターンを挿入したい場合はこの状態でインサートを押します。ホテルマイクエコーというポイントにホールディングパターンが作成されました。ホールディングパターンを挿入した場合、MCDU のフライトプランには、ホールド R もしくはホールド L が表示されます。ホールディングパターンについては調整することができます。ホールディングパターンの直線部分の角度、インバウンドレグの角度を変えたい場合は、インバウンドコースに方位を入力します。インサートを押します。反映されるまでしばらくお待ちください。このように形が変化します。次に右回りになっているホールディングパターンを左回りに変更します。ターンと書かれた部分が右回りか左回りかを選択する部分となります。右回りの場合は R を入力し、左回りの場合は L を入力します。こちらも入力が終わったらインサートを押します。左回りに変わりました。タイム、ディスタンスの値を変更するとホールディングパターンの直線距離、インバウンドレグの長さが変更され、ホールディングパターンの全体の大きさが変わります。インバウンドレグの長さを時間で調整したい場合は、分単位でタイムに時間を入れます。インバウンドレグの長さを距離で指定する場合は、スラッシュを押していただき、距離をノーティカルマイル単位で入力します。元に戻したい場合は、Revert to Computed を押します。その後、インサートを押して変更を反映します。ホールディングパターンから脱出したい場合は、フライトプランのホールドの右側にある Immediate Exit の右側を押します。エアバス機の場合、キーを押した直後、すぐに元のポイントに戻るような経路が作成されます。ボーイング機の場合は、ホールディングパターンを一周終わった後に元の位置に戻る挙動となるため、ここがエアバス機とボーイング機の違う部分となります。磁気から遠い場所にホールディングパターンを挿入すると、このように表示が少し異なる場合があります。ただし、中央をよく見ると U ターンのマークが記載されています。このマークについては、この場所でホールディングパターンがあることを表しています。ホールディングパターンに近づくとこのように表示が変わります。A さんに NX のホールディングパターンには、そのホールディングパターンに侵入するためのエントリーも一緒に表示されています。エントリー方法について3つご紹介いたします。まず最初にこちらがダイレクトエントリーと呼ばれる侵入方法となります。ダイレクトエントリーの経路についてはこのようなルートを通ってホールディングパターンに侵入します。インバウンドレグと同じ方位からアプローチする場合、このダイレクトエントリーが表示されます。こちらがパラレルエントリーと呼ばれる侵入方法となります。経路についてはこのようなルートを通ります。ホールディングに使用しているポイントを通過した後、外側を平行に飛び、旋回してホールディングパターンに合流する方法となります。最後にこちらがティアドロップエントリーと呼ばれる侵入方法となります。ホールディングパターンの内側で旋回を行い、侵入を行う方法となります。
A さんに NX ではこの3つの方法を自動的に選択してホールディングパターンに合流します。ホールディングパターンに侵入する方法の名前については参考程度に覚えていただければ幸いです。 A さんに NX でのホールディングパターンの作成方法についてご紹介をいたしました。まだ開発段階の状態ではありますが、ホールディングパターンに入るためのエントリーの方法など非常に高度なルートが設定できるようになっています。もし A さんに NX のエクスペリメンタルバージョンを持っている場合、ぜひこの機能を試していただければと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の動画を終了したいと思います。それでは良いフライトを。